あれ、なんか最近動物の森ばっかりだったら、なんかいつの間にか動物の森の世界に来ちゃったー。クソ茶番。はい、どうもです。さあ、というわけで今回ですね、動物の森の世界で鬼ごっこやっていこうと思います。もう始まっちゃったね。このゲームはですね、マインクラフトで動物の森の世界をね、再現して、鬼ごっこやるというゲームです。さあ、やっていきましょう。今から、10秒後に、おそらく、静江さんが追ってきます。この世界の鬼はね、静江さんです。多分、初めは3人ぐらいなのかな。で、ちょっと、初見の人にね、ルールを説明すると、こういう感じにね、キーにね、ボタンがあります、こうやって。で、この、押すと、ベルが落ちてくるというね、実際の、動物の森とね、木を揺らすとね、出て、落ちてくるじゃないですか。ベルとかね、蜂の巣が。ああいう感じでね、ベルが落ちてきます。で、これを取って、お店で買い物できるというね、感じで、そのアイテムを使ってさらに、瞬足ポーションとかね、瞬足ポーションハローワークかよ。瞬足ポーションとかね、鈍化ポーションとかを使って、逃げます。とりあえずね、まずベルを、今回は10ベルぐらい、集めて、静江さんにね、あーもういる、あれだ、あれが鬼です。ちょっとあれ、ちょっと待って、今焦ってボタン間違えた。あれ鬼です。今追ってたね。なんか静江さんっぽいやつ。もう見えない？あ、もういないわ。今いたな。早速いましたね。びっくりした。もうここまで来てるんだ。もうちょっとベロ欲しいな。ちょっとな、怖っ。さっきの鬼の人がさ、さっきの静江さんがこっち人で怖いよね。あんまり。あれもしかして、あれはまさか。やっさんだめっちゃピエンしてる今7枚です。あとね、3枚。3枚あればね、十分買い物ができるんで。よし、いいぞ、順調、めっちゃ順調。鬼にもバレていない、最高です。マジ、サイアンドゴー、ゼゴーオッケー、10枚目。じゃあ、このまま静江さんにバレずに、この状態で静江さんバレるとマジで最悪で、もうすべて失います。捕まると、島に送られます。あ、一応、友人となんですよね。無人島ではないんだけど、島送りにされて、そこでの、そう、労働で強いられます。やばい、待って、いや、ちょ、いる、今いたな。ちょっと今、店行こうと思ったんだけど、後ろに今、シーズエーがいましたね。いけるか？あ、なんか、あー、びっくりした。あー、シーズエーですね。やっぱいるね。ちょっと待って、ここやめよう。諦めよう。もう一個ね、お店があります。上側に行くと、住宅街があるんで、住宅街のね、お店行こうと思います。あっちだったら多分ね、いないと信じよう。いないかはわからんけど。もう信じよう。あ、あれはまさか、白い閃光。人さんじゃないですか、あれ。多分お店向かってますね。後ろにねえな。よくわかる。オッケーオッケーオッケー。あ、びっくりした。あ、いる、ちょっと、ちょっと、ビッグトさん。ちょっと、いるじゃん、鬼。シーズエー。ついていったら捕まったんだが、でも自分のせいだから何も言えねえ。でね、こうやって捕まりますと、島送りにされて、ここにね、解放される条件があって、アジだと10匹、イカだと6匹、タイだと2匹、シチュータカンサと1匹ね、釣るまで解放されないというね、強制労働者に怒られます、ここに。というわけで釣っていきましょう。皆さん、一発で解放されるという、伝説のシーラカンスを釣っちゃいました。まさかのシーラカンスだ、やったー、嬉しい。みんなに自慢していこう。イエーイ、シーラカンスだぜ。イエーイ、シーラカンス、イエーイ、シーラ、これはね、ここで交換していきます。釣ったシーラカンスで、パパパパッと。はい、復活券、ゲット！ OK！ これで復活ですね。で、残り2回捕まっちゃうと、強制的に鬼になります。なんか今びっくりしたー。人か。鬼いる？上。なんかいそう。ちら？いない？ OK！ ちょっともう一回1からベル集め直しですね。捕まっちゃうとベルなくなっちゃう。あんばーいるよー、いるよー、後ろみんなー。みんなシズエいるよー。気をつけて、シーズン、あ、プレス！ 1万弱、小闇の上で。てってれー。
オッケー、勝ちました。じゃあ今回こそ捕まらないように、もうちょっとお金集めはね、諦めます。私まだお金集め諦めました。というわけで、街に来ました。どうしようかな。博物館。ちょっと博物館に隠れましょうかね。今、多分、街の中だって一番博物館が安全かなと思うんで、絵画部屋。ここだっけ？あ、これだ、これだ。ここがね、結構ね、強いんですよね。鬼が来てもね、ワンチャンバレないという。ワンチャンバレないんで、ここに、どこがいいんだろう。なんか、いいとこ。このね、絵の中に入れて、ここに入ってしまえばね、この鬼が絵の中に入ってくるまでバレないんで、かなり強いんだけど、どうしようかな。鬼が来た瞬間に、出れるように、多分、右回り、左回りしていくと思うんで、多分鬼入ってきたらね、ここに入ってきたら。左回りすると想定して、左から見ていくときに、俺がこっちから、バッて出口に出ていくという、その戦法で行こう。そうしよう。ちなみにね、外から見ると、こんな感じです。もうマジで、まるでどこにいるかわからない。まるで絵画です。完全に。もう何もわからないですね。おっと、来た！来てます！来てます！今鬼来てます！来てるけど、ぐるってすぐ帰っていく。ほら、見てください。帰っちゃうんですよ、すぐ。来てもね。こうやって全部の絵を見るのめんどくさいんで、中を見るのね。めんどくさいからもうちょっとパッと見て帰っちゃうっていうね。あるある。そりゃそうよ。だって俺、絵画だもん。俺もう完全に絵画だもん。そりゃもう見つけないよ。ほら。でも、でも、下煽りで見ると見えるんだね、意外とこれ。ほら。ちらって見える。中入んなくても。へぇー。こんな方法あったんだ。知らなかった。おっと！来てます！しずえさん来てます！ちょっと待って、これまずいな。今来てる。でも、ここまで探しに来ない。というわけで、じゃあ、ちょっと残り100秒だったら行っちゃいましょうかね。さすがにこのまま終わっちゃうのも、ちょっとつまんないんで、外に出て、逃げ回りながら、残りの100秒、もう滑舌が死んでた。100秒をね、逃げ切ります。じゃあ行きますか。よし、ゴー！行くぞ！今からこのまま、マッチングクリルで、逃げ切ります。おー、びっくりした！後ろにめっちゃいるんけ！ビクトさん！はい。ちなみにね、僕は計3回捕まったので、ただいまから、しずえさんです。